さすが世界さすがさすが世界の皆さん、ヘッドスライディングうわーやべあはは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 はい、ということでですね、海も抜いてもらったと言えていいですけど、こちら、海作品、お前映ってないからね網石神井の思い出などちょっとお願いします。正直あんま乗ったことないこれ石神井公園来てたけどスラムボードとか全然乗ってないけど、なんか噴水みたいなのがあって、はいはい、この先っすよね。てか全然これ進まないっすね。野球帽子、はい、近くから。あは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 やべえ、電池が、はい、電池綺麗に、綺麗に今飛んでる人が危ねえ、危ねえ危ねえ行きましょうか。危ない皆さんにちょっとこの店に来てくれと言われたので行ってみたいと思います。いらっしゃいませ。はい、あ、どうぞこちら。どうぞ。はい、いらっしゃい。皆さん、こちらのお店はここは俺が23ぐらいかな。長年ずっとバイトしていたいということは、今日は日野さんの料理が楽しめるということでしょうか。ご用またらばよろしくお願いします。よろしく。交互期待。写真とかすげえ。パスタをいただきたいと思います。美味しそうです。いただきます。いただきます。ヒロさん、うまいっす。
あの、幽霊部員これ普通にゴーヤ丼です。あ、ありますよ。シフトに現役ですね。これこう長年働いて学んだことは何でしょう。辛抱強い。あと人間関係。だからトータル的に言って自分の人間が本当にここの空間ですごい響きの声を上げられたって大したことはしないんだけど、そこで生まれたそのドラマが劇的にこう自分の内面が変わったそういう場所です。重い。いや、大丈夫です。責任感が尽きました。全く責任感とか、もうチャランプラな感じだった。スープバイトやめたりとか、買いたりとかして、もう13時でやってるのに、すごいな。この責任感を学びつつ、活動が続けば20周年。もうだからこうやってた頃もずっとダンスをやってて、もう始めた頃はもしなんかダンスがそんなに自分の中で忙しくないので、それでダンスの需要はなかったけど、こっちにすごい需要があって、とりあえずダンスはやりたいけどこっちを頑張って、でもまあダンスやりたいなっていう。やりながら一応やってたから、こっちの頑張りのこのエネルギーがダンスの方に、ずっとダンスの方に後々こうグッとついてきたから、でバスの全部ダンスで学校を先に行ったらっていうルーチン。なるほど。重いですね。勉強になります。そういうところを踏まえた上で、若い後輩ダンサーへのメッセージをお願いします。それであれ？でも、すぐに結果を求めるな。おThank you very much.